イブトールは電動の垂直離着陸機。主に無人の小型ドローンとして物品の配送に用いられているほか、人が乗り込める大型の有人イブトールの開発も進められている。有人イブトールは電動技術の発展により開発が可能になり、都市型航空交通に必要な新たな乗り物として注目が集まっている。ボーイング、NASA、エアバス、 ホンダ技研工業などが開発を進めている。イブトールの歴史は、フランスの企業パロット社が2010年に、ホビー用のマルチコプター型ドローン、AR ドローンを発売したことに始まる。このドローンは、電動で垂直離着陸ができ、人々に広く普及した。イブトール航空機という概念は2011年に、アゴースティエストランドプロジェクトゼロボールコプター VC1、 オープナーブラックフライなどを通して現れた。2014年にアメリカのバージニア州で開催されたワークショップで AHS インターナショナルとアメリカ航空宇宙学会によって紹介された。ドローン型のイブトールが普及するに従って、この種の航空機が持つメリットに人々が気づき始めた。イブトールは電動化で内燃機関が持つ複雑さから解放され、 ローターが複数あることにより一つのローターが停止しただけでは墜落しないという高い冗長性が目を引き各社が人を乗せられるイブトールの開発に乗り出していくことになる。後年、航空機メーカーの間ではイブトール開発の流行が発生し、ボーイング、エアバス、ベルなどの企業が市場を独占している。しかし、既存の大手航空機メーカーに加えて、 スタートアップ企業がこれらエアモビリティの開発に重要な役割を担っており、時には技術力の向上に関するリーダー的存在である。2019年現在、イブトール機開発の参入障壁は比較的低いため国内外を問わず多くの企業が友人のイブトール機、ショイ、空飛ぶ車の実現に向けて様々な取り組みを行っている。そのため、友人、イブトールは 空飛ぶ車の代名詞として扱われることが多い。民間によるイブトール機開発の多くはワンを目的としている。空飛ぶタクシーボーロコプターに X 多くのイブトールは空飛ぶタクシーとして運用される予定である。例えば、ウーバーエレベートのパートナーであるピピストレルは5人乗りの空飛ぶタクシーパイピストラル801を開発している。ドイツのスタートアップ企業ボロコプターは ボーロコプター 2X を元にした、ベロシティと呼ばれる空飛ぶタクシーのサービスを開発している。医療支援2020年、ジュンパエロは、事故発生時に迅速に、救急サービスを提供できるように一人乗りの、イブトール機の開発を行っていると発表した。この種類の乗り物は既存の車両やヘリコプターを置き換えるものではなく、電動であるためにより早く移動できる、新たなモビリティである。 2020年、カナダのエアモビリティコンソーシアムでは、イブトールを使用して、患者、臓器、薬を、病院から病院へ輸送した場合の利点を研究した。個人による、利用個人用のイブトール機は、娯楽用の飛行機の世界に、電動飛行を導入するために作られた。また、イベなどのオンラインサイトで購入することができる。無人マルチコプターは、イブトールのカテゴリーに、 初めて登場した飛行機である。当初は研究開発の目的で使用されていたが、現在では本格的な航空機とみなされている。配送2020年により、アルファベット参加のグーグルは、リブトール UAV の配送サービスを提供している。グーグルのドローンは1 0 0トルを飛行でき、重さ1 5ラムまでのものを運ぶことができる。アマゾンプライムやアートユナイテッドパーセルサービスは、 ドローン配送を行っているグーグル以外の会社である。2018年、ドイツの航空宇宙メーカーウィングコプターはユニセフと共同でバヌアツでワクチンの輸送を行った。2020年にはウィングコプター社のイブトールドローンがコビットナインティーンの検査キットを丸島に届けるために使用された。バヌアツでワクチンを輸送するウィンコプター178 HL2020 年4月、アメリカ空軍は2021年に開発に着手するイブトールプロジェクトに2500万ドルの資金を提供すると発表した。2020年8月20日、アメリカ空軍はテキサス州オースティンのキャンプマブリーでイブトール機のデモフライトを行った。友人のイブトール機がアメリカ空軍によるアジリティプライム計画の下で飛行したのはこれが初めてである。 2018年から欧州航空安全機関はこの種の航空機の認証に取り組んでいる。2019年7月、エアサワ SCV トール -01 スペシャルコンディション 4V トールエアクラフトを公開した。この文書は V トール機の安全性と設計目標について規定したものである。この中にはイブトールについて書かれた特別なセクションがある。 小型の航空機の認証が発行されている。特にパート23アメンドメント64にはイブトールに関する記述が盛り込まれている。ありがとうございます。